岩戸山古墳やめ古墳群一やめ古墳群は、福岡県やめ市、やめ群広川町、筑後市にある古墳群である。やめ丘陵には4世紀から7世紀にかけて、築造された古墳約300基が存在する。これらは、古代の北部九州に勢力を持っていた豪族、筑紫君岩井とその一族の墳墓と考えられている。筑紫く岩祝は527年に岩井の乱を起こした。 これは、大和政権に対する北部九州の豪族の一種の独立戦争だったとする見方もある。八め丘陵では、四世紀は、法慶州公墓や遠慶州公墓の時代で、前方公園墳はまだ見られない。八め古墳群最古の前方公園墳と見られるのは、石神山古墳である。これは、年代的に、菊士君祝いの祖父の墓と推定されている。当地の古墳には、 埴輪ではなく、石人石馬と総称される、石造物を建てるのが特色であるが、石神山古墳にも、武装石人が建てられている。五世紀後半の前方後円墳としては、ケ塚古墳があるが、規模は、やや小さく、主長墓というよりは、校長クラスの墓と見られる。六世紀前半には、やめ最大の前方後円墳であり、筑紫し岩井の墓に否定される岩と山古墳が、 作られる。墳長170メートルという、八女地方のみならず北部九州でも、最大規模の古墳で、機内でもこれを上回る規模の古墳は大応募しかない。時期的にこれに続くのが、禅蔵塚古墳、乗場古墳などである。八めにおける最後の前方公園墳と見られるのが、鶴見山古墳で、これは、祝いの息子の勝子の世代の墓と見られる。 6世紀後半の早い時期に、前方後円墳は姿を消し、以後は、円墳の時代となる。岩一族の最後の古墳と見られる道男山一号墳は、計48メートルの大型円墳で、巨石を積み上げた横穴式石室が特色である。1922年3月8日に、乗馬古墳が、国の史跡に指定。その後岩戸山古墳、石神山古墳、善蔵塚古墳、 高加国古墳が別件で史跡に指定。1978年3月24日付で上記5件の史跡を統合し、未指定の古墳3期を追加指定した上で、全体の指定名称をやめ古墳群に改めた。国の史跡、やめ古墳群は以下の古墳で構成される。ありがとうございます。